はい、写真撮りました。今年最後のインスタ、いい写真撮れたんじゃないですかね。いやー、ほんと綺麗だな、これな。どうすか、これ。なんかすごい。ここのなんか、あの雲のライン分かります？分かんないかな。あそこに雲がヒューって出てるんですけど、めちゃくちゃ綺麗。いや、今年最後のあれが、結構ね、あそこに鳥がめっちゃいいんですよ。なんかすげえ鳥が、あれね、めっちゃなんかね、自然界にしかいないような鳥がそこにいます。でかい鳥が、あっちにもいっぱい鳥がいますね。鳥というか、あー、めちゃめちゃでかい鳥いますからね。ちょっと肉眼でしか見えないけど、めっちゃでかいです、あいつ。なんかね、鹿児島のなんだ、なんか池からブーンって出てくるんですよ、魚が。魚がね。いや、これめっちゃ綺麗でしょ。東京じゃ 100% 見れないからね、これ。いやー、2016年鹿児島で年越しかね。えちょっと僕もびっくりですよ。まあ、何が人生起こるかわからないですね。まあ、毎日冒険ですよ、冒険。毎日が冒険ですね。いやー、まあでもここでね、 YouTube、 今ここの絵を、だって誰もカメラマンいないですからね。もう誰もカメラマン、僕しかいないですからね。だからこの映像を今、2016年12月31日最後の夕日、ここの映像、シチュエーション、僕しか撮れない。誰もいないですからね。誰もいない。この映像は日本で僕だけ、独り占めですね。まあまあ YouTube で公開するんで世界に公開できますけど。いや、すげえなー。まだね、帰ったら仕事が最後ちょっと残ってるのがあるんですけど、まだ今日ね、年越しライブもありますから、うん、あと最後のね、メルマガも書かないといけないし、まだね、ちょっと仕事残ってますね。まだ仕事残ってる。まあ、これもでもね、今年撮ったやつは、今年撮った動画を全部今年中にアップしたいんで、まあ帰ったらすぐアップします。もうで仕事もして、部屋をね、片付けました。さすが、なんかね、今日来客があるんですよ。来客があるんですよ。なんかそのお客さんと、そうそう、この3年間、なんかの縁で分かんないんですけど、毎回ね、まあライブ、これ3年目なんですね。年越しライブ3年目なんですけど、3年目もお客さんと年を越すっていうね、こうまさにデンジャラスですよ。今回は僕一人かなと思ったんですよ、年越し。今回はさすがに一人かなと思ったら、まあお客さんで宮崎に住んでる人がいて、吉田さん、明日行っていいですかと。明日年越しだけどみたいな。まあ明日だったらちょっと仕事いっぱい入ってるから、まあ、最後そのね、アカデミーとかも売ってるし、その準備もあるから、まあ、21時過ぎぐらいだったらいいですよって言ったら、いや、21時過ぎに行きますってことは年越し一緒やんみたいなね。いいんかいみたいな。いいですみたいなね。そんな感じで、まさかの、まあ、今年もね、お客さんと年越しライブをすることになりました。ただ僕ね、寝てないんで、今日24時間稼働だから、結構フラフラですよ。もうフラフラでもね、一応ね、形になりました。はい、形になりましたよ、うん。まあこれからまた僕は長い戦いが始まりますけどね。6年間毎日ライブってすごくないですか。いや、もう2年やってますけどね。もう2年やってるけど、ね、いやー、もう夕日もなくなっちゃいましたね。まあ今からセブンイレブンいい気分にしたいと思います。はい、なんかね、やっぱね、コンビニ側を見るとなんで落ち着くんですかね。コンビニ見ると、コンビニあるやんみたいなね、
で東京だったらちょっと行ったらコンビニだらけじゃないですか、ぶっちゃけね。ぶっちゃけ東京はどこでもコンビニじゃないですか。いやね、ここでコンビニ見るとなんかね、あ、あったみたいな、あ、あったあったあったみたいな、ほっとしますよ、すげえ。うん、コンビニがね、コンビニがなんかすごい神的な感じですね。もうここね、結構ね、国道というか結構外れまで来ないとセブンには来れないな、セブン来る場合は。セブンイレブンね、東京だったらいっぱいありますけど、なかなかあんまないですよ。ということでセブンイレブンブンブン行ってきたいと思います。あー、もう終わっちゃいますね。もう終わる。もう消えかけてます。では。